前園正樹は、鹿児島県薩摩郡東郷町出身の元サッカー選手、サッカー解説者、タレント。所属するマネジメント事務所は、サニーサイドアップ、ジャパン FM ネットワーク。元日本代表、長年 J リーグを担当している英国人記者は、前世紀の前園をジョージベストに例えた。日本が28年ぶりに出場した1996年、 アトランタオリンピックの予選突破の最大の功労者であり、本大会でブラジルに勝利したマイアミの奇跡の u -23 サッカー日本代表キャプテン。4歳年上の兄の影響で小学校に入る。前からサッカーに親しみ、統合小学校2年生の時に統合少年サッカー団に加入。5年生時に県大会ベスト4。ビデオがきっかけで、 ディエゴ・マラドーナに憧れ、繰り返しビデオを見ては、ドリブルの練習に明け暮れる毎日を送る。進学した東高中学校には、サッカー部がなかったため、当初は陸上部に所属。2年生の3学期に、サッカー部が創部され、3年生の頃には、県選抜にも選ばれる。鹿児島実高では1年生時からレギュラーに定着、高校選手権に3年連続で出場。 二年生時の69回大会では、準優勝を果たした。高校時代の同学年には、遠藤三兄弟の長男、遠藤拓也や藤山隆一氏、似たお広行、二学年下には後にアトランタオリンピック、日本代表としてもチームメイトになる、上昇寺と遠藤昭弘がいた。1992年、J リーグの横浜フリューゲルスに加入。一年目は、 カモアマネの目指すゾーンプレスサッカーへの適応に戸惑い、持ち味を出せないままサテライトチームで1年を過ごす。J リーグ初年度の開幕を控えた1993年前半に、アルゼンチンのヒムナシアラプラタへ2ヶ月間短期留学。ここで、現地選手のハングリー精神に驚かされ、カルチャーショックを受けた前園は、俺、間違ってたよ。 きつかったけど、おかげで完全に考え方が変わったねと別人になって帰ってきた。1993年6月5日の J リーグベルディ、川崎戦、延長後半4分から途中出場して公式戦デビューを果たす7月10日のマリノス戦での決勝ゴールは J リーグ初ゴールとなった。1993年の J リーグでは24試合に出場して2得点。 横浜 F が優勝した第73回転皇杯でも決勝戦に先発出場した。1994年はリーグ戦8ゴールを決めるなど完全にレギュラーをつかみ、1995年も主軸として活躍し、3月22日ベルマーレとの神奈川ダービーでは巧みなボレーシュートで決勝ゴールを決めるなど40試合で7ゴールを挙げた。 初めて1シーズン制を採用した1996年の J リーグでは、ブラジルトリオや山口祖、広志、三浦敦弘らと共に躍動した結果、開幕から8連勝を飾る。前半戦を首位で折り返し、初のリーグ優勝のチャンスだったが、後半戦は勢いを持続できず3位に終わった。前園はこのシーズン、リーグ戦、カップ戦のトータルで15ゴールを決めるなど活躍。 同年の J リーグベストイレブンにも選出された。1996年6月にはスペインからセビージャの関係者が日本を訪れ、横浜 F に前園獲得を打診していた。1996年に U-23 日本代表首相としてアトランタオリンピックを経験し、その前から持っていた海外志向はさらに強くなっていた。 1996年シーズン後の契約公開では、スペインへの移籍を念頭に置き、日本サッカー界で初めてとなる代理人を通しての契約交渉に臨んだ。先例がなかったこともあり、当時は代理人を立てたことに、バッシングも受けた。しかし、横浜 F 側は移籍金満額が支払われる場合にのみ、海外移籍を認めるという姿勢をあくまで崩さず、交渉は行き詰まった。 セビージャ以外にも複数のクラブが横浜 F に接触していたが、それらは前園本人に一切伝えられてこなかったことも明らかになり、前園はクラブへの不信を募らせていった。フリューゲルスに残ることはないと思ってたし、ましてや J リーグの他のチームへ行くことも全く考えてなかったが、三浦和義の国外遺跡を容認した実績があるベルディ川崎から、 獲得希望があり、遺跡交渉期限最終日である1997年1月31日に、V 川崎への遺跡が発表された。V 川崎が横浜 F に支払った遺跡金は当時 J リーグ最高額の推定3億5000万円と報じられたが、サッカーライターの戸塚系によれば、実際は、クラブ間の交渉により、大幅な減額があったため2億円から2億5000万円ほどに、 落ち着いたとされる。前園は遺跡記者会見において、v 川崎が国外遺跡を容認したことを遺跡理由の一つに挙げた。v 川崎新監督の加藤久志氏は、日本サッカー協会協会委員長時代にオリンピック代表チームをサポートしたことがあり、以前より前園のことをよく知る人物であり、選手として高く評価していた。大きな話題を集めての遺跡であったが、 プレーに対しての気迫が全く感じられず、制裁を欠き、次第に先発メンバーから外れ、途中出場の試合が増えていった。この時期たくさんの TV コマーシャルに出演していたことも、あり、大きく批判された。ベルディ川崎は1997年開幕から、怪我人も多く、期待の前園も不審が続き、チームの成績が振るわず、ファーストステージ途中に、 加藤久志監督は解任された。夢だったスペイン遺跡が叶わなかったことにより気持ちが切れてしまい精神的な不調がプレー全体に悪影響を及ぼしていたと前園はこの時期の不信について振り返る。当時は遺跡騒動のために人間不信にも陥ったという。1998年10月3ヶ月間の期限付き遺でブラジルサンパウロ州の名門クラブ サントス FC に加入する。もともとはネルシーニョ率いるサンパウロ FC への移籍話が進んでいたが、ネルシーニョが解任されたため頓んし、代わりにエメルソン・レオンが監督を務めるサントスへの移籍が決まった。10月18日、ブラジル全国選手権のポルトゥゲーザ戦に65分から交代で初出場、直後の66分に初ゴールを決めた。しかし、 その後は、出場試合数、時間は少なく、公式戦4試合出場1得点にとどまったが、前園本人は、サントス時代について、フルで出た試合は一つもなかったけど、ベンチにいてもすごくワクワクしてた。サッカーをやってる、という充実感があったと振り返る。1999年も、期限付き移籍期間を延長して、サントスでプレーする予定だったが、 菅原里氏の獲得を決めたサントスは、日本人は二人もいらないとして前園との契約を見送った。1月25日、ゴイアス州の強豪クラブ、ゴイアス EC への期限付き移籍が発表される。ゴイアスでは3月3日のデビュー戦で、先発フル出場、1アシストを記録。移籍当初はコンスタントに出場を重ねていたが、アウジョス監督のチーム構想に合わず次第に、 出場機会を失い、契約満了前に帰国した。その後、遺跡を前提として、ポルトガルのビトーリア・ギマランイス、ギリシャのポック・サロニカに練習参加したが、結局本契約には至らなかった。ギマランイスでは、V 川崎が求めていた1億円の遺跡金が交渉のネックになったという。2000年、加藤久志監督に壊れ、 この年から J2 に降格した湘南ベルマーレに期限付き移籍し、J リーグ復帰。湘南の J1 最小格の切り札として期待され、9月3日、第31節のベガルタ戦大戦では、プロイリアと初のハットトリックを決めるなどの活躍を見せたが、チームは8位に終わり、最小格はならなかった。しかし、チームとしても僕個人も結果を出すことはできなかったけど、 40試合近く、試合をやったことでコンディションを取り戻すことができました。あれがなければ、選手寿命はもっと短くなっていたと思いますと引退後に振り返るシーズンになった。2001年、保有権を持つ J1、東京ベルディ1969に半年契約で3年ぶりに復帰。7月に、松木安太郎が解任されて、尾身幸きが監督になると、 前園はそれまでより重用されるようになった。9月15日、セカンドステージ第5節横浜 F マリノス戦の前半35分、ゴール前への飛び出しから、先制点を奪った際、横浜 FM の GK、川口農活との接触を避けようと引いた左足が、ピッチに引っかかり足首を骨折。長期離脱し、そのまま2001年シーズンを終え、結果的にこれが、 J リーグ最後の試合出場となった。2002年7月、前園、西田吉洋、石塚刑事の3選手が、ロリ監督の構想外となったため戦力外通告を受けたことがメディアに報じられた。スポーツ新聞には、以前より3選手の練習態度に不満を持っていた。ロリが彼らに改善を求めたものの聞き入れられず、戦力外になったという東京ボルト関係者の談話が、 掲載された。しかしこの処遇について、舞園は、新聞にはそうやって出てましたけど、僕からすれば明確な理由も納得できる説明もなかったですよ。練習態度と言われても、僕はリハビリ中だから、ロリが監督になってから、ずっと練習に参加できていたわけじゃない。それなのに、もう使うつもりはないから、離れて練習してくれっていきなり言われて、三人で練習ですよ。 一体何が問題だったのか、今でも全くわからないと反駁する。東京ボルト対談後、前園は知人を通じて韓国、K リーグのクラブへの移籍を模索した。最初に練習に参加した、城南一は天馬では、体力的な問題から契約を見送られたが、次の IOLG、チータースでは、超広しクル監督に評価されて、契約に至った。では、 リーグ開幕戦から10試合連続先発出場を果たしたが、シーズン途中以降はメンバーから外れるようになった。2004年は、K リーグの新クラブ、ニガーユナイテッド FC と契約。前園は、カップ戦を中心に起用され、8月1日の FC ソウル戦では韓国における公式戦初ゴールを PK で決め、この試合の決勝点になった。 左足薬指の骨折により3ヶ月以上、戦線離脱し、11月に入ってから復帰。2004年末で契約が解除された。2005年に、セルビア・モンテネグロ一部リーグのオフック・ベオングラードに1、ヶ月間練習参加したものの本契約には至らず、5月19日に引退を表明。1994年1月、西野郎監督率いる U-21。21 日本代表の第一回合宿に招集される。1995年1月のオーストラリア国際トーナメント参加時に西野監督から指名されキャプテンとなる。前園はそれまでのサッカー人生でキャプテンを任された経験はなく、西野も彼の性格はリーダー向きではないと分析していたものの、時として独りよがりなプレーに走りがちな前園をあえてキャプテンに任命することによって、 彼にチーム全体を意識したプレーをさせることを意図したと語る。前園はすでに A 代表にも招集され、二つの代表チームを掛け持ちしていたが、1995年3月に前園本人の意向も汲み取った上で、オリンピック代表を優先する方針が決まる。1995年後から6月にタイと日本で行われたアトランタオリンピックアジア一次予選に出場。 日本は4戦全勝で翌年の最終予選進出を決めた。1996年3月、マレーシアで行われたアトランタオリンピックアジア最終予選に出場。3月24日、準決勝サウジアラビア戦でにゴールを挙げ勝利に貢献。日本を1968年メキシコシティ大会以来、7大会ぶりのオリンピック本大会、出場権獲得に導いた。 同年7月、アメリカ合衆国で開催されたアトランタオリンピック本大会に出場。日本はグループリーグ初戦で金メダル候補のブラジルから大金星を挙げ、3戦目のハンガリー戦では前園が2ゴールを決めて3から2で勝利した。日本はナイジェリア、ブラジルと勝ち点6で並んだが、得失点差で決勝トーナメント進出を逃した。 日本代表監督ファルカンに抜擢され、1994年5月22日、キリンカップのオーストラリア戦で国際 A マッチデビュー。同年10月の広島アジア大会でも全試合にフル出場した。1996年8月25日、オリンピック代表での活動を終えて、フル代表復帰初戦のウルグアイ戦でフリーキックから日本代表初ゴールを決める。 12月にはアジアカップ UAE 大会に出場、日本はベスト8に終わった。1997年遺跡騒動の影響で制裁を欠くようになり、3月のワールドカップフランス大会アジア一時予選オマーンラウンドでの招集、出場選手登録を最後に日本代表から外れた。日本代表での最後の出場は1997年3月15日に、 バンコクで行われたタイトの親善試合だった。現在はサッカー解説者として、テレビ東京、日本テレビの高校サッカー選手権中継などに出演する一方、少年サッカーの普及促進活動などにも参加している。2007年からは JFA アンバサダーとしても活躍している。また、2006年8月にはサッカー普及活動の一環として、 幼稚園児から小学生までを対象としたゾノサッカースクールを立ち上げた。2008年には中田秀俊氏の立ち上げた元サッカー選手で構成するサッカーチームテイクアクション FC の一員となっている。2009年にはビーチサッカー日本代表に選出され10月に行われたポルトガル代表との親善試合に2試合出場した。2009フィーファビーチサッカーワールドカップ アジア予選で優勝本大会にも出場し、サッカーとは別の形でワールドカップ出場を果たした。2012年、JFA 購入 S 級コーチライセンスを取得した。2013年10月13日に酒によってタクシー運転手に暴行を加えた容疑で逮捕された。10月14日に処分保留で釈放され、同日謝罪会見を行い、テレビ東京系。 ネオスポーツなどテレビ番組の出演自粛を表明した。10月15日、JFA 心のプロジェクトの活動停止処分を受けた。11月15日、出身地である鹿児島県薩摩仙台市のスポーツ大使を辞任した。2014年のフジテレビ系ワイドナショーへの出演を契機に、タレントとしても活動している。 2016年ベストフンドシストアワード2015特別賞を受賞。2月末には薩摩仙台市が観光大使に再指名した。ワイドナ賞での取材活動をきっかけに同年より開幕する男子バスケットボールリーグ B リーグ特命広報部長に就任。2017年12月24日、10年間交際を続けていた34歳のダンサーとの結婚を 発表した。その他の公式戦、オールスター戦、ハットトリックオリンピック日本代表日本、代表横浜フリューゲルスゴイアスイシー。ありがとうございます。